はい、今から基本的な虫餌の刺し方を紹介いたします。まず虫餌を手に取り、針先を頭の少し下から入れていきます。そのまま針に沿って、刺し終えたら針先を出し、形を整えて完成です。この日の状況によって針から下の垂らしの長さを調整してください。